開始だ。ほら、早く行くで。うわっ。周り組の佐々木なんで、こんなに何の用？何の用かやと？決まっとるやろ。お前ら新選組が火つけて回っとることは分かっとるんじゃ。何が目的か知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ。やったれ！Oh.
だ来るんかい。んな暇あったら火消せんかい。逃がすか。くそ、キリがねえな。しゃあない、ここはわしが引き受けてるから。はじめちゃんは勇を探すんや。ええな。わかった、頼んだぞ。任しとき。さあ、わしが相手したるからかかってこいや。隊長、この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。おめえら、この辺の家も全部燃やしちまえ。待て。なんだ、斎藤か。春田、お前何をやってる。京へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が京の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえで済むってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかっての。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだったよな。なら一ついいことを教えといてやる。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でも俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃあな、勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、斎藤。Yeah!
坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬、さらばだ。